これも売ってもいいんだよな。どれ？これウェルダー。これも売ってもいいんだよね。これ？うん。これも売っちゃうもん、みんな。雪かぶっちゃうもん、売っちゃうわ。BLW280SS、うん、そう、これも整備は終わってるんだよね。整備が終わり、うん、そう、電用、除雪機があります。いっぱいね。そうです。もうこれはちょっとだらしいんで、これレンタルしようかなと思って。これはレンタル、うん、あとはこっちは売ってもいいやつですね。みんなもう整備済みなんですか？全部整備済みです。みんな動かしこに入れたんで。それがこれが柳瀬ですね。柳瀬、柳瀬の、うん、88HST っていうのが出てありますか、うん、でも製造元はコンマって生活コンマ製作所なんだって。おー、コンマ製作所なんだ、うん、だ、首脳機の角度は手動だ。手動で上がり下げには油圧なんですよ。油圧、あの前のあれがオンが下がったり上がったりが油圧で持ってますね。あとはシュートの角度も手動かなですね。これはな、幅が750度なんだよったけど、柳瀬なんですね。柳瀬ですね。柳瀬と、これがホンダですね。ホンダですね。ホンダ HS760 ですね。これは全部あれです、電気のところですね。ちょっとバッテリー多いからだけど、あ、そうなんですね。電気で全部あのと出す方向、角度、モーター駆動ってことなんですか？そうそうそう、モーター駆動全部ですね。で、こっちが、そちらはどうだっけ、これが、これが富士、富士 708S708、うん、これは手動ですね、全部ね。あの、この角度も手動、全部手動ですね。いろんなメーカーがあるからね。そうなんです。出していますか？これいくらですか？え、これこれ10万ぐらいいただけると嬉しい。嬉しいな。あとセル動くんだけど、ちょっとバッテリー終わってるから。これはおいくらぐらいになります？これはいくらにしようかな。出します。これ10万以下ですか？いや、これは10万以下。
LED だ。この辺も売り物ですか？全部売るんです、この辺は。いや、つか、うちなんか全部売り物ですから。売らないものはありません。みんな欲しいって売りますから。全部そうです。一応、そこら辺にあの発電機なんですけど、いっぱいありますね。いっぱいあります。で、一応全部整備は完了してます。あ、整備完了してるんですか、これ。これね、あの、実際の建設屋さんの結局、まあ、あの、新しく古いのを出しますよっていうことで、うちで預かってきて、全部点検確認してダメなもの、いいもの分けたんで、ここにあるのはいいもの。まあそうですね、全部点検して一応全部確認済みです。整備済み。まああとは買ってもらったらバートでまた整備はしますけど、一応ね、今のところで、どれかが1個売れたんです。それ上のだっけかな、それを一番上に売れたんだんですよ、この発電機。それは売れちゃったんですね。あとそれが高周波エンジンって言うんですけど、これ高周波って言って、あの高周波電気がまた発電とは違うんですけど、バイブレーターとか、あ、ネマコやる時のあれに使う高周波っていう電気で発電機でやるんですね。これみんな OKOK って書いてありますもんね。これは OK で、ね、これはみんな OK。 これは全然当たりたい。パワーで運ぶじゃないですか。ごめんなさい。これは結局今流行りの新しいタイプですね。手でハマっちゃいますよね。これでも発電量って 2.6 キロなんですよね。あの昔のあっちのタイプは発電量が 2.2 キロなんですよね。だからちょっとこっちが大きいんです。今の方が大きいですね、少しね。 2.6、うん、これも 2.6。 そう、そうなんです。これ 2.3 かな。 2.3 っていうのもあるかもしれない。3もあるね。あとはここのカレーと全部大丈夫。振動 OK って書いてありますね、うん、全部 OK。 これだけが全更新プレートです。これ前後ろにレバーついてるんで、あの前後ろに行ってるケースですけどね。そうですね、まあ、あのこっちちょっと大きいプレート、これはちっちゃいタイプ、こっち大きいプレート。重さがあるんですよね、こいつらで。多分レバーで60キロだったかな。こっちはなんかちょっと変わったやつなんですけど、こう前足のこういう電話って、なんかまだこれはちょっと特殊なやつなんですけどね。これディーゼルなんですね。わあ、これは古そうですね。ですね、ディーゼル前期。でも OK ですね、これ。OK、書いて。これディーゼルの防音型です、これは。防音。エンジンがヤンマーの単発入ってるんですね、これね。ヤンマーが入ってるんですか。ヤンマーですね。小松だけどヤンマーのやつ入ってますね。ヤンマーの普通のあれ圧縮できるね。これって溶接できるんですか。これできないです。これはただ外れないです。あ、これ何キロまでやっけな、これね。これ高温型の 100V 発電機ですね。あとこっちがガソリンタイプ高温型、これが高温型。これがコアマシーターのコンクリートになってるやつ。壁コンクリートやな、
コンクリート、うん、ただこれ腕がいいんだよね。この腕がここにあるのに腕がないからあんま使えないし、そうでも持ったら取ったけどね。あとこれは高圧洗浄機。おー、こっちはちょっとちっちゃい方、何キロだっけこれな、こっちょっと大きいやつですよね。そんな感じです。あとこれが細かった、この辺が全部売り物なんですね。全部売りますね。だいたい発電機だいたいこのくらいだったら売りますよっていうのは値段って言える？あ、言えるよ、大丈夫ですよ。ほんとね、発電機はだいたい1万5千ぐらい。こっちも？あ、そっちはとったか、そっちは新しいタイプなんで、それがこう1万ぐらい、2万5千ぐらい。いくらぐらい払ってくれたら嬉しい。正直2万5千以上欲しいよね。うん、ほんとだけどね。こちらはまあ正直1万5千ぐらいだったら全然売りますよね。売りたいタイプだから。こっちはちょっと高いですけど。こちらは、ああこれなんか別にそんな高くなくていいですよ。2万グレードは、うん、洗浄、ああ洗浄機は高いですね。こっちだとね約10万ぐらいです。これどれ、こっちの大きいタイプは、これあれもついてストレーナーもついてるんで、こっち高いです。こっちは10万ぐらいですね。こっちいただかないとって感じ。うん、これはちょっといやまずいです。こっちは、うん、7、8万そうですかね。まあでも全部一式セットあるんで、欠品がないんで、あの結局吸管がないとか吸うとこがないとかね、そういうわけじゃないので、あとプレート関係もまあ1万5千円ぐらいとか、そんなもんです。これはちょっと高かったけど、これもしければ売りますよ。これで大体いくらぐらいだったら5万円なら売るかな。うん、歯もついてるよ。まああんまり切れるのかないけど、歯も一応ついてます。いいですか。これで泥水吸ってもいいやつなんですよ、こっちは。あ、泥の水を吸ってもストレーナーついてるから、 あそこへ分離するんですか。そう、分離って、あの、あん中に入って結局、まあエレメントみたいなもんですよね。あそこに一回水が入って、そこで一回ストレーナーで水除去するから、ポンプに影響がないって。これは直結なんで、だからこれは綺麗な、これは水槽の中で綺麗な水、うん、そう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 。ただまあこれはついてるからね、まあ、ついてるからある程度はいいけど、うん、現場の泥水とか吸っちゃうともうダメですよね。だからそれ考えるとこっちはまあ性能がいいです。やっぱ使う量も半端じゃないですよ、うん、であれ蹴る部屋はさ吸えないじゃん。水の結局水道の圧力も利用しながら、あら直結、うん、そういう水道の圧力を買ったことないけど、うん、やりながらだから、まあ吸うタイプもあるよ、蹴る部屋のね。立派なやつは高いやつあるけど、あの普通のホームテレってちっちゃい2、3万円からいつの、あれはやっぱり水道に、あれはあとなんか定格時間あるよね、使用時間何分とかって、それを考えれば全然いいと思いますけどね。高圧洗浄機いいな。やっぱあれば全然。あのあと言い方悪いけど、タンボのあのあるでしょ、バルプロジャー。うん。あそこにだってやれば洗えるもんね。どっちもガソリンエンジンですね、じゃあね。ガソリンですね。ここにあるのは全部ガソリンです。これだけディーゼルですね。これ全部ディーゼルですね。上にある人。上にある人。お、コンプレッサー2台やろ？ 2台あるんです。あれは200？ 200。どっちも200。手前がモーター 5.5 キロだっけかな。奥が 3.7 キロのモーターが付いてます。手前が、3ピストン。あのピストンが3つあるタイプね。本当だ、3つある。で、奥が2ピストンだと思ったな。10万ちょっと欲しいかな。一応手前はね、あのスイッチの基板のダメで直したんですよ。だから新しい白いボックスにいますよね。あ、本当だ、うん。あれ直したんですよね。まあ、予備料でもいいんだけど、俺もだって予備料ってもね、結局いずれも買ってくれるから別に出しちゃってもいいんで。三層ってことでね。そうですね、三層ですね。あれは何ですか、あの機械は。あれ洗車機ですね。あ、洗車機だ。新品です、新品。あ、あれは新品なんだ。あれうちの、あれは本当のうちの予備です。新品予備。よければお願いします。寒いっすね。寒いっす。雪がもういっぱいぞ。近いか。で、余計こう日陰だから余計寒いっすよね。